よし、皆さん、ズグッズナイトです。今日はちょっと特別の2パートのレビューですけどね、SPC に使ってるけど、このちょっと昔のスタイル AVS M4 フラップ、今マガジン入ってるのバンジー使ってるのやつ と第2番の方がこの Blue Force Gear と10 Speed マガジンパウチ、すごく速いのやつですよね。でとりあえず AVS のフラップの方で、そのままで SPC に入れるこの方で JPC2 ポイントもできると思うんですけど、そのままで入れてただのフラップにまたなるんですよね。このバンジーの方が上等ですけど、前にはみんなはそのフラップがつけてるんですよね。フラップから2005年頃、もうちょっと早いかもしれない、このバンジーが出番しましたと。JPC の方は2010年から出番ので、それは、バンジーにつけてる、それで飛行機からジャンプ、パラシュート付きで大丈夫ですよね。バンジーは、フラップより速いと静かですから簡単に取れるんですよね。でもそれより、カイデックスにも出た S タックのマガジンがベルトから超速いのやつですよね。それが出たから、それもプレートキャリアの方に出ました。さっきのエスタカイウィのデオランのパウチもあったよね。それは確かに早いと一つのデオできるけど、ちょっと出てるからプロンの方で土にダイブにするの時はちょっと大きいだったよね。これはすごく細いにできる。それでいろいろのなんとか洗車の中に入ったら、あと APC パーソナルキャリアとかいろいろに入ったら、そのトレイルの方が、細いの方がよく使いやすいと。時々そんなにマガジンが必要ないから悪くないですよね。カイレックスは悪くないけど、それよりこのバンジーが上等。でもバンジーはちょっとトレイルは時間かかると、一つ手のリロードしてまた入れる、一つの手は大体できるけど、時々もし締めたらその時には二つの手が必要です。それでみんなハイスピードパウチが好きけど、もし弾がなくなったリロードするとこれがちょっと時間かかる、いつもファーストマグあるのがいい。もしベルトがないなれば10スピードパウチ、パンパンパンがなくなったパチン、簡単にすぐにできます。ちょっとよね。それで2つの一発にレビューする。バンジーにマガジンを取ったら、このマジックテープは入ってるからちゃんとなんで、すごく細いになるよね。これとかこれにも取ったら、中にも見たらこのラスティックバンドがあるのに、それでマガジンをセパレットすると、もし引っ張ってとすごく細いの、綺麗のハイスピードの感じになるよね。マガジン必要ないの時、それかもしかしてマガジン一つだけに必要なれば、それも簡単に入れて締めて、マリスペースかからないとタンタタタタンすぐにできますよね。ABS、バンジーは、JPC よりバンジーがちょっと中にタイダウンにするから、このプラスの、モーリーがあるから、カールズウェビングあるから、そのままで中に入れてもっと綺麗に引っ張ってないと取られないの感じですよね。いつもの前の方で、横の方から普通の123のレア と、6超タラの感じので、これは確かに一緒に使ってるの方が一番使いやすいと、超上等ですよね。マガジン3個か6個に早いにできますよね。中の方で、このボタンを持ってて、中の方でよく見たらアタッチメントはこの、フラップで4つに入ってますよね。一番下の方は、マジックテープは外の方がない。それで、これ開けるの時にこれ使わないと、こっちから、真ん中のから上がらない。それで動かないのためですよね。それで、もし、ラジオパウチが使ってるの方は、これは、一番オーバーの方が取られないですね。下に入れたら、そのフラップは絶対こっちに捕まえて、それから入れるの、やつはちょっと大変になるですよね。ABS はそのままで簡単にできるので、次は、10スピードパウチ。10スピードパウチは、このすごく上等の、ラスティックと
このラミネートとハイパロンみたいな JPC の使ってるのやつみたいな入ってると、このアタッチメントにもよく入ってるから、それはベルクロにヘリウムウィスパーのストラップアタッチメントシステムもあるよね。それは簡単に、AVS のフラップの上に使ったらマガジンロックコーとか簡単にできるけど、使ってない、プレートキャリア使ってないの時に絶対取られないとちょっとおかしになると思うんですよね、長くに。ライフがちょっと短いになるですから、よく取ったら問題ない。それと、銃が使ってるともしかして、なんとか犯人がやっつけた後、銃が落とした後、まだまだ犯人があると、銃はそのままで持ってたらちょっと大変、誰かが見つけるとか、テロを続けるの問題が時々あるから、そのままで銃が取ったらパウチに入れる。できますのこと、つまり 100% 上等じゃないけど、ただできるのは良かったですけど、それかもしかしてホルスターが壊れた後なくなったらすぐに銃が続けていますよね。まだ簡単に取れると使います。それかダンプパウチ、ダンプパウチもあれば、それは一番簡単に入れるんですよね。もうベルトは持ってないと、これはもともと大切なものになるですよね。もうレビューは大体そのままで、必要なものは確かにこれは簡単と知ってるの人が多いと思うんですけど、もしかして知らないの人は案内しないといけない。みんな、スピリティスマーク4とヘイリー D3CRM とさ、いろいろプラカードがすごくが使ってるけど、いっぱいの人はこの感じが簡単にできるがよくわからないかもしれない。それでちょっと案内して、もしかしてこのスタイルしたいなれば超簡単と便利と、まあ本物の感じから、まあ本物のギアから関係ないさ。じゃあレビューはそのままで、皆さんよろしくお願いします。もしかして質問あればコメントにしてください。この感じはまあよくインターネットに探したら主は戦うの人に見ると、この感じも同じにやってるのはよくあるですね。もしかして仕事がよくわかるかもしれないね。じゃあ、レビューそのままで、このかっこいいのやつ、そのままでレビューします。じゃあ皆さん、お疲れ様です。と、コロナウイルス、すぐに終わらないと、騒ぎはまだできません。まあ、ガスマスク使ったらできると思うんですけどな。本当に騒ぎしたいな。大学、そろそろ終わるから、終わってから、騒ぎばかりすぐに次にできます。じゃあ皆さんお疲れ様です。次のビデオによろしくお願いします。